2010年の結成以来、風と戯れるをコンセプトによさこい鳴子踊りを表現してまいりましたが、この第10回京都桜よさこいの出演を用いて4年間の活動に終止符を打つこととなります。磨き上げられたフージャーワールドの集大成、どうぞご堪能ください。それでは演舞していただきましょう。フージャーの皆さんです、どうぞ。市役所に集まった面々がよさこいを覚え、そして一つの祭りを作りました。一度は離れ離れになりましたが、4年前フージャとして再結成し、多くの仲間がそこに合流し、そして今日があります。我々が今から踊らせていただくのは、その長い旅路の本当に最後のゴールの手前なんです。皆様に何か感じ取っていただけるものがあればと思います。とくと我々フージャの世界ご堪能ください。サイ昔、太陽の昇る方角に一夜にして大海に沈んだ島があるという、深海に眠る記憶、それは沈みゆく島の最後の月夜の物語。その時を告げる。耳を澄ませよ。
ました。フージョでした。